僕が小学校の時にはビデオゲームっていうものは当たり前の存在じゃなかったんですね。で、家庭用のビデオゲームコンソールっていうものもその当時はなかったし、ですからパーソナルコンピューターで自分でゲームを作る、自分でグラフィックスも作るし、自分でプログラムをするっていうのが当たり前の時代だったんですよ。何をさせるかといったら、それはやっぱり物理シミュレーションをさせる、あるいはそれをビジュアライズする、でそういう自然な流れの中からグランツーリスモっていうタイトルがまあ登場していくことになりますね。まあ、すごく時間が経ってからですけどね。まさか自分がそういったものを作るとは思わなかったけれども、15歳の時にはこんなゲームがあったらいいなっていうね、なんかこう夢だけは持ってました。車はどういう仕組みで動いているのか、まあ、メカニズムだったり、まあ、フィジクスですよね。そういうものに対しての興味はずっとあって、で同時に絵を描くのも好きだし、写真撮るのも好きなんですけど、映画監督になりたいと思ってました。二十歳を過ぎたあたりから自分の目の前にね、さまざまなこうチャンスが現れ始めたんですよね。で僕自身は映像を作りたいと思ってましたけれども、ビデオゲームを作るっていうようなオプションが目の前にだんだん現れてきたので、一回その流れに身を任せてみようと思ったのが、まあ、グランツーリスモが生まれるきっかけだったんじゃないかと思います。今僕らはグランツーリスモスポーツのまあ長い長い制作期間の本当に最後の瞬間を迎えようとしていて、あとはどれだけ細部までディティールを詰めていけるか、そういう作業を今やってますね。結構すごいね、その定位の飛び方がね、右だけなって左だけなってみたいな感じで以前からしっかり直接サウンドのクリエーションに関わりたいと思っていたんですね。 GT3 ぐらいまではそれやってたんですけれども、まあ、4、5、6あたりの世代というのは僕自身がサウンドに深く関わるってことがあまりなくて、 GT スポーツではもうきちんと直接サウンドクリエーションに僕自身が関わろうということで、かなり細かいところまで一つ一つの車の音、作り方、プロセス、あるいはそこに投入するテクノロジー全部に関してかなり集中してやりましたね。例えば美しい景色を見たときに、見ただけでは満足できないんですよ。それがなぜ美しいのかを分析して、でそれをグランツーリスモの中に入れる、でそれを誰かに伝えるっていうところまでやらないとどうも気が済まない性格なんですね。まあ、言ってみれば僕自身のホビーがそのまま形になったような、そういうタイトルなので、寝てる時以外はほとんど仕事してますけど、でもそれはそれでかなり楽しい人生だなとは思ってます。レーシングシミュレーターを作る上で、まあ、よくある誤解というのが、まあ、リアルなフィジックスは難しいっていうね。レースもしますし、車の運転というのは、まあ、バーチャルでもリアルでもどちらでもやりますけれども、車の運転ってそんなに難しくないんですよね。
ドライビングシミュレーターがもし難しいんだとしたら、それは何かが間違ってるんですよ。正確に言えば物理シミュレーションの何かが間違ってるんですね。で、それをきちんとやり遂げることができれば、運転のしやすさとリアリティというのは必ず両立するはずなんです。で、今回の GT スポーツはようやく両立したと言える世界に来たかなと思っていますね。これまで20年間作っていて初めて思いました、そういう状態になったってこと。We hope you enjoyed driving around Tokyo with Gran Turismo creator Kazunori Yamauchi. Be sure to check out the rest of the stories we brought you this month as part of our IGN First Tour of Japan. And for more behind-the-scenes looks at the making of video games and the people who make them, subscribe to IGN wherever you're watching.